私はいいです。私いいよ。私はいいです。いいの？ケイさんのやつ選んでいいの？いいよ、選んで。さあ、大ちゃんに選んでもらいますよ。大ちゃん。すげえ、いじくり回してもらったけど。おっさん、はい、ナイス。はい、OK。ホイボスチャンネルのケンボーです。今日は農閑ということで、また根尾川に来ました。ただいま9時55分、超スロースタートですが、さあバリバリ釣っていきたいと思います。どうですか、今日は釣れますか？素敵な笑みを浮かべて俺は穴棒を知ってるぞ。また今日も根掛かりするらしいです。それでは行ってみよう。レッツゴーあー冷たいです。やはり冷えます。はみ跡すまあまあやってありますよ。これやってますね、はみ跡。さあ竿を出していきます。多分今日の竿頭がいいぞ、これや。よし、レッツゴー。お、竿頭がおった。竿頭どうですか、今日。めっちゃかかるっす。やばい、どこでどこで。あそこのジャバジャバ、あそこのさ、鏡3つある。お、あるあるある、3つある。あそこのあたり多分溜まっとると思うんで。あ、そうやるんやったら、あそこのから、あー、肩から降りてくやんな。こっち刺すか、ここまっすぐ行って、そのままあっちに行くやな。そこ刺すかやね。オッケーオッケー。石の上からっていうか、こっちから。あんな、もうあの鏡のとこだよね。ああいうとこにおるやな。キラキラしとったで。あ、そう。で、そこで止めとったらガーンって来て。さすがやわ、大ちゃんは一番釣るよね。さあ、釣れてくれよ。農閑。農閑で、また今日も坊主きついぞ。全然行ってくれへんな、これ。全然行ってくれへん、これ。いいフォームであります。今年始めた高橋さん、いい感じであります。プロ顔負けのナイスであります。さあ一撃必殺いけるか。お、来た、高橋釣れた。フフフフフフ、あれやべやべ、持ってかれる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 。おっとおっと、ペロン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 。おっしゃー、ハマさん、よしよしよし、いいぜいいぜ。よっしゃ、ネオアユ釣れました。ああよかった、もう今日坊主じゃない。さあもうこれで気が楽です。あー、まあまあ大きいですね。まあまあ大きい愛が出ましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。よしよし。さあ、気楽に行きます。さすが釣れました。さあ、行くぜ、レッツゴー。ああ。あそこの。大丈夫か、トミさん。はい、行きました。行きました。トミさん、根上がり取りました。吸収です。吸収高しいです。あります。やっちゃった高橋さん、大丈夫か。大丈夫なのか。難しい場所でやっているので、高橋さん、おっと、取れたか、おっ、取れたか。何やら怪しい動きをしております。どうも怪しい、あそこどうもおるぞ、あれはおるぞ、おるけどかからない。おっと、今反応ありました。
どうも反応あったけど乗らない。ちょっと風が出て寒くなってきました。ちょっと寒いですね。さあお腹が空いたので戻って休憩です。なんとか一匹釣れましたが、厳しい戦いであります。どういう厳しいのか、これは厳しい。いい感じだ。大量の焼きそばです。何、ありがとうございます。ネギから乗ってきて。おえびちゃん見えた。あれさあサイトフィッシング。サイトフィッシング。吸い取るなと思ったら、吸い取るじゃなくて吸い取るなと思ったら、どうしたあ、タクス、並んで、タクスに並んで。いいですか。お願いします。はい。そばじゃないですか。はいはいはい。ちょっと待ってよ。どうぞ。うまい。どうぞ。うまい。うまい。うまい。最高。坊主です。隙間もついてる。この上でね。本当や。ついてるよ。どこでついてんだ、これ。胡椒ビリビリの焼きそば。いただきます。おいしい。プレゼントいただきます。これなんすか。ドラゴンフォース。0.4。最後の最後にリベンジしてください。ありがとうございます。高橋さんから受け継ぎました。ドラゴンフォース 0.4。花冠9号。花冠9号。私、行ってまいります。レッツゴー。妙蓮、ここでリベンジかけて、最後の戦い。ただいま、2時40分。最後の戦い、やってまいります。高橋から譲り受けた、ドラゴンフォース 0.4 で、行ってみます。強烈な感じですよ。この太いです。これ 0.45、 クソ太い。どんな太いんだこれは。さあ伸ばしていきますよ。めっちゃ手地長長。さすがにドラゴンフォース仕掛け使おうとしたんですが、あなかにやっぱり9号でかすぎて、この花が9でかすぎです。私ドラゴンフォース片付けます。おっと、もうこれでもうロスだ。ロスタイムだ。さあ今日一でかいお財布を使っていきますよ。さあこれどんぶりになったら最悪だ。あ、行ってこい。天然の異常見してくれ俺に。おっと白子出ちゃってるぞ。白子出ちゃってるぞ。ビンビンだぞこれは。よし行け、白子パワー行ってこい。白子くん行きました。ドラゴン、よし、ドラゴン探せ。ものすごい状況です。ドラゴン探せ。ネオ側のドラゴン、ネオ側のドラゴンやばいです。来た、ネオ側のドラゴン来た。ネオ側のドラゴン引きずり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 。引き変えていいですか。ガリで変える。ガリ多分ガリやったら釣れるよ。ガリやったら釣れるよ。本当寒いですけど、何なんすかこれ。おーじゃ出た、下沢。出た、ネオ側のドラゴン下沢。下沢で必殺下沢の下沢の構え。
あ、来とる。マジか。マジやね、これ。あれ？お、いいぞ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 。やべえ、上の木が。こっちが、こっちが、こっちが、こっちが。来た、来たるぞ。来たるぞ、来たるぞ。ふふ。来たるぞ。よっしゃ、農館に最後の最後。よし。ただいま。3時48分かかりました。3時48分かかって、ちょっと上に木があるので、大変です。上に上がって、くーっ。浮かしてから行こう。どこにある？おらららららら、あるぜ。でけえぞ。あ、まああかん、これ寄せる寄せる寄せる。お、お、え？俺が下がる。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 よし。スケート持つ。ふぅ、ちっさ、ちっさ。ちっさ。ちっさいけど、おっしゃ。釣れました。ふぅふぅ。これからです。ただいま。3時49分。2匹目。さあ、ラッシュ行きますよ。レッツゴー。今日の竿頭、大ちゃんです。やるな、楽しかった。最後の最後にでかいをゲットいたしました。後で測定いたします。さあどうなるか。そして農館坊主の人来ました。農館で坊主。お疲れ様です。農館坊主、一言ありますか？はい、お疲れ様。お疲れ様でした。これで最後の釣りは坊主で終わりましたが、まあ来年もゼロからのスタートということで頑張れそうですね。はい、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは測定お楽しみに。さあ本日の竿頭、大ちゃんの釣果であります。おお、釣った釣った。本日ものすごい厳しい。おっきいやん、やっぱこれがマックスですね。太いな。おーおーおー、いいいいいい。あれがあの、おー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 、太い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 。何センチあるかわからないですけど、さあ何センチか、こうご期待であります。こっちはね、これやね。そうやね、それでかいね。太いもん、これやばい。太鼓が太いね。太鼓やべえなこれ。あゆ、あゆ釣っとります。何センチあるかわからんす。さあどんだけか、大ちゃんセッティングしとくよ。さあそれでは測ります。 24.5 ぐらいかな。そうやな、 4.5 かやっぱ。25いってます。あ、25いった。あ、25いっとる。本当っすね。25いっとる。25か。よかったね。 OK です。やったぜ大ちゃん。イエイイエイイエイ。でかでか。うわ、でかっ。でかっ。何これ、太いね。もうちょっと頑張らなきゃ。これ今26ぐらいか、やっぱり 6.5、 6.7。 おー、これが一番でかい。27やね。ちょっと当てましたけど、これ即死。どこに刺さったの？どう、ほんでいつ、まあ、当たっとるよ。頭26点。あともうこれ7いったか。7もあるかもしれない。太いね。やっぱおるね。トミさん、トミさんやったぜ。27.7 ぐらいあるね。7か8あるね。いやいやん、ヒレピンピンに上げとるもん。怒っとる、怒っとる、怒っとる。背がかりがっぽじゃんこれ。今年のあゆ釣り、いろんな場所に行き修行をしてきましたが、なかなかうまくなることができませんでした。そして本日農館ということですが、厳しい中なんとか2匹を釣ることできまして、あゆの感触
感じながら終わることができました。来年はもっともっとパワーアップして楽しい鮎釣り動画を出していきたいと思っております。皆様またまたご視聴よろしくお願いいたします。チャンネル登録はそのままで、来年鮎の友釣り会いましょう。それではありがとうございました。